年 is 数よ暑い。メンタリストアリサです。噂の松井和代さんの心境を心理学、そして演技の観点、そして英語について分析していこうと思います。以前ですね、生放送の時もねやりました、松井和代さんの動画なんです。やっぱり喋り方っていうのはですね、かなり特徴がありますよね。一応演技を勉強してきたので、喋り方というのはですね、かなり舞台用の演技の喋り方になります。真実かどうかっていうのはさておき、まあ多分真実だったんでしょうね、わかんないですけど。でそこをかなり計画してエンターテインメントとしてこう動画にされてます。この時にああいった喋り方はしませんよね、皆さん。どうも七瀬アリーサですみたいなね、こんな喋り方は普通しません。要は見せ方を知ってるんですよ。ショーなんですよ。松井さんのモノマネをした動画についてもいろいろねあったと思いますけれども、 YouTube っていうの自体もエンターテインメントだと思ってるので、まあそこに出されている以上ですね、いじられようが何されようがそれなりの覚悟をしてやってるわけなんですよ。まあとにかく一番の目的はより多くの人に知ってもらうこと。それは松井さんもそうだと思いますし、そのより多くの人に知ってもらうという観点で見るとですね、まあいろんな反響がありますよ。それは賛成する人も反対する人もいますし、私もね、別に松井さんの服をバカにしてるわけではないんですけど、ショーとして見てもらうのが YouTube なんだと思いますね。とにかく見てもらったもん勝ちの世界じゃないですか。気にされてないと思います、松井さんも。ラジの中田さんがですね、いろいろ言われてるみたいなんですけど、まあ彼が言ってるようにですね、あれはもうビジネスの戦略として松井さんもされてると思います。イメージっていうのは分かってますよね。松井さんのイメージ、お掃除されてる綺麗好きな方っていうイメージ、要は明るい服着てたりとかそういった印象を持ってた方が多いと思うんですけど、今回その印象操作をするためにまずは黒い服、そして黒の背景やりましたよね。もう非常にこれは心理をすごく知ってる人の見せ方かなと思いました。独特の喋り方をすることによってですよ、いろんな人の注意をガッと引きますよね。それはね、もうね、素晴らしいですね。なかなかああいう喋り方というのは、この間の取り方の重要さを知っていて、声のトーンの出し方を知っている人間じゃないとできない話し方になります。なのでね、まあ一般の人には結構難しい。やはり才能がある方だと思いますね、何をしてもね。分かった上で私もああいう動画とかを一応させていただいてはいるんですけれども、最近ですね、英語の動画を出されてましたね。で、じゃあ早速松井さんの英語に関してね、日本人の私見るのはあれなんですけど、英語の分析をしてみましょう。まずですね、発音についてびっくりしましたね。松井さん結構海外に行かれてたのかなと思うぐらい発音はわりかししっかりしてました。カタカナ英語じゃなかったですね、間違いなく。強いて言うならば、強調したい気持ちが強すぎて、全てにこうアクセントが置いてあったので、なんだろうな、なんか、まあ、日本語の喋り方、喋り方と一緒の喋り方で英語も聞こえてくるかなと思います。 My name is 和代松井っていうじゃないですか。それも普通に英語のスタンスだったら My name is 和代松井みたいな、 My name is っていうこう強弱があるのが英語なんですよ。ただそこをもう強調したい気持ちがかなり強い、まあ、そういう見せ方だとは思うんですけど、 My name is 和代松井みたいなね感じで言われてるので、そこはねちょっとね、まあ、英語的な観点で見るともったいないなとは思いましたけど、多分あれも見せ方でされてると思うので、まあとにかく言うのはねやめましょうね。まああと発音に関しては非常に、例えばR の発音、L の発音、そして TH とか S とか S の発音とか、その辺ね、割とね、びっくりするぐらいね、上手でしたね、思ったよりね。思ったよりというか、うん、全然英語の発音多分うまいと思います。強弱の付け方がちょっともったいないっていうだけですね。だからね、まあ多分外国の方が見ても通じると思いますし、独特の喋り方をやってるのね、すごいなと思いました。でなぜ松井さんがこれをエンターテインメントとしてしているか、まあ服を、自分の服をそういう形でねビジネスにされてるのは素晴らしいと思います。それはやっぱり見習うところはあると思います。まあ芸人魂じゃないですけどね、すごいなと思います。プライベートのことであそこまでは普通できないですからね。
で、なんでじゃあビジネスとしてされてるかというと、まあ、本人がそういうふうにあのビジネスかんあのそういうのがね優れているというふうには言ってたらしいし、あとはアメリカ進出を狙ってるらしいんですよ。 LINE とかブログとか YouTube とか今の時代実は SNS なんですよね。やっぱり芸能人イコール今までテレビとかねで出演するには大手事務所に入って事務所の人とかそういうテレビ局とかそういう裏の大きな力の影響も受けてこう出演しなきゃいけなかったのが今個人がこのように発信できるあのプラットフォームができています。なのでそこをねフル活用されているというところで結構すごい人なんじゃないかなとメンタリストアリサ的には思います。まじまじと皆さんどう捉えるかはすごく自由なので、まあ、本気でああいう不幸があってそれを知らせたいんですっていう風にやってるのプラスアルファはそういうエンターテインメント性とかビジネス性を含めた上でしているんだろうなっていう風には思うんですけど、そこの部分っていうのはやっぱり私も YouTube やってる以上そんなに表沙汰には出さないですもん。なんていうのかな、それはねやっぱり表沙汰に出すとエンターテインメント性が減ってしまうのでそんなには出してないと思うんですけど、ただまあねブログとかだけじゃなくて LINE アットをされてる時点でこれは多分何かそういうのがあるんじゃないかなというふうに私も思いました。なのでまあ米国進出を狙ってるということでしたので私もね肩を並べて一応ハリウッドで勉強してきたので、ね、頑張りたいと思います。さて今日は何回このフォークとスプーンを曲げたいでしょうか。皆さんカウントしてましたか。はい、ではもう皆さんも見守っていきましょう。さようなら。無料のアプリドキドキライブで生放送しています。遊びに来てね。共に頑張るチャンネル登録者のみんなはアリーザの一員です。更新情報が届くのでぜひぜひ画像をタップもしくはクリックしてチャンネル登録お願いします。サブスクライブです。10万人達成したらオフ会をやりましょう。みんなのコメントやグッドボタンが私のモチベーションです。応援よろしくお願いします。